里崎チャンネル。東京ヤクルトスワローズ、セリーグ優勝、おめでとうございます。それと同時に、東京ヤクルトスワローズ、関係者の皆さん、ファンの皆さん、2021年、セリーグ、順位予想、最下位にしてしまって、どうも、すいませんでした。まだまだ、里崎、修行が足りてないみたいで、2024年頃に、ヤクルトは強くなっていくんじゃないのかと言ってですね、まだ今じゃないと、と思ったら、2021年、いや、意外と早くに、優勝、おめでとうございます。いやー、すごいですね。その2年連続ね、最下位から、優勝、ね。高津監督含めね、選手の皆さん、本当にお疲れ様です。そして、おめでとうございます。そして、どうもすいません。ということでですね、6年ぶり、8度目のリーグ制覇。というところでね、素晴らしい1年間ね、なったんじゃないでしょうか。今、試合が終わりました。しかもね、最後、サードファールフライ、村上が取って終わる。これもね、何かの1年間ね、ドラマになってきたんじゃないのかなと。ね。で、まあ、阪神のね、試合結果を見て、歓喜の、胴上げが、横浜スタジアムで、行われましたけども、ね。今年の優勝、予想できませんでした。ね。でもですね、今年、まあ、記録をね、振り返ってみれば、なんと、開幕カード、対阪神に、3連敗からのスタートです。ね。ほら、里崎チャンネル、スタートダッシュ、関係ないって言ってるじゃないですか。今のパリーグ、まあ、優勝するかどうかわかんないですけど、ロッテも5連敗からスタートで、ね。今、マジック3です。まあ、どうなるかわかりませんけどね。でも、そっから始まってですね、3月は、2勝3敗。ね。負け越し、スタートになりましたけども、なんとですね、そっから、4、5、6、7、8、9、10と、一度も月間負け越しがないっていう、素晴らしい活躍です。佐々木調べによると、間違ってたらごめんなさい。ね。4月が12勝7敗4分け。5月、9勝9敗3分けの5分。6月、12勝10敗1分け。7月、7勝3敗1分け。で、オリンピックね、期間入って、8月、5勝4敗2分け。9月、13勝8敗5分け。そして10月、13勝6敗2分け。まだね、あと1試合ありますけども。まあね、3月以外、すべての勝ち越しで。で、しかもね、まあ外国人選手、オスナ・サンタナがね、乱日が遅れるっていうところでね、まあそこまでね、いやー、厳しかったねってね、思いがちですけども、なんと、オスナ・サンタナが、来日して試合に出始めたのはですね、4月、23日。だからまあ約、開幕から1ヶ月後ぐらいにね、の試合に出始めましたけども、なんとですね、その前日まで、4月22日、オスナ・サンタナが加入するまで、なんとヤクルトは10勝8敗4分けと勝ち越してるっていう。このオスナ・サンタナのね、役割大きいって言います。僕もそう感じました。でもよくよく調べると、オスナ・サンタナが来日前でもしっかり勝ち越してるっていうところの素晴らしさですね。だからまあね、そのオスナ・サンタナが来日する前ね、若干打線が苦しいというところでね、キャッチャーの中村を2番に添えてね、1番からね、4番まででなんとか点取っていこうみたいなね、打順、まあ試行錯誤、これもね、高津監督、もしくはね、宮出コーチかもわかりませんけども、この案がね、まず素晴らしく稼働してですね、で終盤に向けてですね、このオスナ・サンタナを並べないで、このね、オスナとサンタナの間に中村を入れるっていうね、こういったところも非常にね、打線の中ではね、点じゃなくて線で繋がっていくってね、しかも作戦もしやすい。しかもね、いいところで反対方向のね、進塁打、もしくは反対方向へヒットへタイムリーっていうね、この中村のね、味が非常に出たね、今年1年の活躍だったんじゃないのかな。あと打線のね、絡みっていうところだったんじゃないでしょうかね。しかもですね、里崎チャンネルが言い出した。まあ、里崎チャンネルとか、里崎が言い出したこの、里崎チャンネル法則。ね。オープン戦、最下位のチームは、まあ、1割の確率で優勝、9割の確率で B クラスっていうところで、なんと、オープン戦、ヤクルト最下位、3勝9敗1分け、見事最下位からの、この法則に則って優勝です。しかもセリーグでは、昨年もね、巨人オープン戦最下位でリーグ優勝というところで、
2年連続オープン戦最下位からのリーグ優勝、サザキチャンネル法則が見事ハマったっていう素晴らしい活躍、なんで見逃した、もう来年はもうオープン戦最下位のチーム1位にしようかなっていうぐらいのこのね当たる確率素晴らしいですね。ね、まあそこでね、まあでもこうヤクルトね、まあこうまあ戦前からね言われてたところの、まあ一番のねあのウィークポイント、打線はいいとね、やっぱ投手力がちょっと薄い、特に先発っていうところがね、言われてきた中でですね、今年ね、まあエースね、小川っていうところがね、回っていきましたけども、やっぱ終盤ね、この奥川、そして高橋奎二、この二人のピッチングのローテーション回りながらの安定感っていうところは素晴らしかったですね。まあ奥川がね、12試合登板、奥川がね、17試合登板、で9勝4敗、防御率ね、3.35、そしてですね、高橋奎二、がですね、12試合登板で今日ねリーフで勝って勝ち投手になったんで、13試合登板で4勝1敗防御率が、まあ、昨日の時点で 2.49 なんで今日でねまた若干下がってると思いますけども、この2人の活躍非常に後半戦素晴らしかったですね。ね、しかも今日もね高梨先発させて、でそっから石山田口挟んで高橋奎二中5日高塚とかグーッと素晴らしい。総力戦はやっぱりこういった戦法をね、やっていかなきゃいけないですよね。見事で高橋奎二から清水、マグガフってつなぐね、このリリーフ、このアイデア、ね。しかもそれを応える選手たち、今日の試合ね、本当に素晴らしかったなと思います。あとね、忘れてはいけないのはですね、リリーフね。やっぱ今度、素晴らしい活躍。清水、そしてマグガフ。そして、このね、途中からリリーフになった。左ね、いなかったっていうところで、この田口。田口がね、まあ、そのリリーフ、ブルペンの雰囲気作りね、勝った後のパフォーマンスもそうでしたけども、リリーフのね、そのパフォーマンス、その雰囲気作り、そして左のリリーバーとしてのアクセントっていうところでは、非常にいいアクセントがね、ついたんじゃないでしょうか。そして、ここから、忘れてはいけない。序盤戦の活躍。ね、近藤選手。ね。まあ、ちょっとね、肩肉離れしてね、戦線離脱しましたけども、22試合に登板してね、防御率 0.96。この前半戦の近藤選手の活躍っていうところもね、非常に大きかった。このね、楽天から戦力外でね、やってきた、この近藤、そして今野。この二人のね、二人の一年間通したね、このバランスよくリリーフっていうのは非常に素晴らしい活躍、だったと思いますし、先発で言うとね、金久保。ね、先発ね、最初は投げたら負けないっていうところでね、ちょっとね、中休みしましたけども、まあ、最後ね、帰ってきてまたね、復活登板しましたけども、今シーズン 2.88、4勝1敗っていうところでね、非常に前半戦ね、大きく活躍。で、リリーフの中で見逃しちゃいけないのが、大西、ね、2年目の大正大からのね、33試合登板、3勝、防御率ね、2.89、ね、ここの、このね、この、後ろ、この、清水、ね、マグカフっていうところの後ろに繋ぐ前のね、このアクセントっていうところではね、大西がね、ちょっとな、イニングまたぎしたりとか、回の途中から出たりとかっていうところもね、まあ石山含めてね、非常に、頑張れたんじゃ、ないでしょうかね。こう名前ね、出していったらキリがないっていうところでね、まあ原樹里のね、最近のピッチングも素晴らしかった、ですしね、まあマグガフ、65試合登板。3勝2敗31セーブね、2.56 とね、ちょっとね、不安定なところを見せる時もありましたけども、1年間通してね、安定したピッチング。で、先ほどね、言いましたけど、清水、ね、71試合、3勝6敗、1セーブ、防御率 2.34、そしてホールド50っていうところでね、浅尾を抜く素晴らしいね、ピッチング、リーフバーをね、支えましたね。で、なんといってもね、まあ、その攻撃力、まあ、オスナ・サンタナがね、入って、さらにね、パワーアップしたっていうところはありますけども、まあね、一番、塩見のね、この、デンって座ったところと、ベテラン青木のね、巧みなバットコントロールと、つなぎの野球、ね、で、山田、そして村上とね、主砲が入って、で、オスナ・サンタナが来て、中村ね、っていうところが、6番あたりでね、いい活躍、見せたっていうところもね、打線の周りでは非常に大きかったですし、でね、その中で、まあ、ショートに入った、西浦がね、こう、たまりの一発っていうところがね、非常に効いてきたところもありますし、この中村お休みの時にね、古賀っていうところも非常にいいアクセント。そして、セリーグナンバーワンの代打陣を誇るね、川端、宮本っていうね、ところのこの二人の代打、
っていうのはやっぱりね、この高津監督の飛び道具じゃないですけども、途中から出すね、この逆転の一手っていうところでは川端、宮本っていうところのね、大蛇陣非常に素晴らしかったなと。あとショートのね、レギュラーを奪うぞというところで本山選手などのね、頑張り、若手の融合とね、ベテランの融合、そして打線、外国人選手中軸っていうところで非常に打線もね、バランスよく1年間ね、戦いなんてないでしょうか。なんでこんないいチームをね、佐々木が見余って再開予想したいなっていうね、ほんとすいませんね。でも先発陣本当に頑張りましたね。非常にいい形でね、終盤になって勢いもついてきたしね。で、この相乗効果で、まあ村上のね、躍動感というかね、ベンチでのね、このリーダーシップっていうところとね、このまあ生徒どうだね、山田はどっちかというと背中で引っ張っていくタイプの生ね。で、村上はね、ちょっと劇場型でね、このアピールしながら声出しながらベンチのね、最前線でね、戦っていくどうっていうところでね、まあ、先陣を切ってね、一番槍で向かう村上、後陣でね、ドンと座る山田っていうところで、ね、このね、キャプテンとね、この親衛っていうところのバランスもね、非常に良かったんじゃないでしょうかね。まあ、ここからね、クライマックスシリーズ、そして日本シリーズってなっていきますけども、どういった戦いを見せるのか、非常に楽しみで、面白い活躍だと思います。ね、本当に、今年1年ね、プロ野球最終戦までね、楽しませていただきまして、本当にありがとうございます。パリーグがね、この後どうなるのか、ロッテはね、3連勝してリーグ優勝するのか、ね、1敗してオリックスが優勝するのか、どうなるかわかりませんけども、まあね、セリーグは東京ヤクルトスワローズ、今年ね、2021年セリーグ優勝ということでね、本当におめでとうございました。そして今日はヤクルト優勝ということで、佐々木がね、1年間、総チェックも含めて1年間ヤクルトの戦いを見てきた中でね、感じた、そしてね、選手の賞賛、やっぱり名前をね、いっぱい挙げて賞賛したいと思いますんでね、紹介とともに今日はね、ヤクルト優勝ね、緊急特番というところでね、速報をお送りしましたということでね、ヤクルトスワローズ本当におめでとうございます。ファンの皆さんおめでとうございます。